customize your champion。 緊張しちゃうので可愛い。そっか、緊張しちゃうか。なんかこう結構ピリピリしますもんね、確かにね。そっか、そこででも勝つとすごい楽しくなったりするんで。さあやっていきましょう。モータルリーチ、モータルリーチ、モータルリーチでしかないんだよな。でも取るならヒールに振るな、モータルリーチしかない気がするんで。グランピーブーム、あ、グランピーブームなの今度。飛ばす系なんだね。ジェット、アースンガード、スコープ。回復して回復して イビン、でもめちゃくちゃやってくれてんじゃん。ナイスじゃん。ヒールして、タッ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 、やべえ、それやべえ、待った、それまずいな。ボムキング、えらいことになって、えらいことになって。おー、マジで言ってんの、リゲツナグサでしょこれ。いやアトランス、バリ君が、バリ君がちょっと一旦引こうか。バリ君がいた、いた、捕まえた。よし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 、アトランス、オッケー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 、味方ナイスだね。オッケーオッケー、ドラゴスも、お前、待った、ほっ、いや、それはやめてほしい。仕方なしですね。完全ニンブルですねこれ。グーパップ。ストリックスがめっちゃ奥にいるんだけど。待った待った。もっともっとやばいやつここにいた。やべ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 、
さすがその一瞬じゃきつかった。あ、いけんなこれ。バレた。ああ、うん、今のはギュッてやれば勝ったのにギュッてやれば勝ったのに。フロントラインよりサポートの方が重要なのでサポートエンジン勢は助かります。ナイス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 。ういいいいね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 。あ、やべ、グッドグッド。いいじゃないいいじゃない。俺はフロントライン、いやフランク専門。なるほど、ドラゴス上手い人マジで尊敬する。すげえ。BBK も尊敬する。待ってこれ、行ったら抜かれる。危ねえ危ねえ危ねえ。タンク君をサポートしてと。あれ、これ突っ込むべきでしたかね今めちゃくちゃ迷って行くべきか行かぬべきか、引くべきか行くべきかっていうのめちゃくちゃ迷っちゃった。ナイス。セットバック。
まあヒールといい勝負でいいんじゃない。あ、まずい、まずい、アップねー、控えめに行って死ぬかと思った。お前諦めろ。おい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 、よし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 、やったれやったれ。ドロスはやられたね。いいじゃないいいじゃない。フワリンコ、パッ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 、回復して、あれは救えんな、仕方ないな。ドロースが完璧よりってんじゃん。あぶいあぶいあぶい。謎のタイミングだったけど、まあいいや。ボムひっつけられる音は緊張感ある。うん。緊張感。あっあっあっみたいになりますよね。いつもそれで、この影に入る、なんて名前だっけ。鋭足、影足、影足、なんだろう。まあ、この逃げスキルを発動し損ねることは結構多いんですけど。オッケーオッケーオッケー、これだこれ。おほほ、ハロー。ダメだったな。あ、ダメだったな。やべ。ナイスナイスナイス。あいつあいつ。ナイス。いや、撤退しなくていい。そのまま前、前戦ってほしい。回復を任せろ。
うゆういういやべ、ジンごめん。おい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 、いいぞいいぞいいぞ。やったー勝ったー勝てたー、ギリギリ。いや、このボムキンめちゃくちゃ強かったし、ストリーも強かったし、よく勝ったね。いい試合だ。めちゃくちゃ頑張った感は醸し出してたんじゃないかなと思います。本当にセリスでよかった。これマルダンインちゃんだったら僕だいぶ外すんで、緊張してああって外しちゃうんで、外すについてどんどん焦ってくんで、あ完全に負けでしたね。そっちを選んでたら危なかった。ジジ、いやよかった。うん、いい試合でしたね。完全にドラゴスもボムキンも大暴れしてた。これは GG 本当に。いやーよかったよかった。味方本当うまかったね。うまく焼灼切りながら戻ってきてくれたりしてたし、それがすごい助かりましたね。ジン君も回復しやすいようにひょこってちゃんと射線通してくれたり。いやー緊張しました。裏取りしてくるというか、ドラゴスが上からひたすら打ってきてたんで、てかさっきのあれじゃん、上手い人のドラゴスじゃん。まあいいや。いや本当バチクソ上手い人と戦って勝つことができて今日は幸せです。はい、誰、あドラス君か。はい、というわけでパチパチありがとうございます。